どうも、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。やっほー、フランだよ。今回は、ウプ主には絶対来ない、バレンタインコラボのクエストに行くよ。ねえ、それ言っちゃう。泣くよ、いいの、本当に泣いちゃうよ。はいはい、どうぞご自由に。マリサー。お、最初から可愛いモンスター出てきたな。まあ、めんどくさいから一気に行くけどね。あ、言うの忘れてたけど、ウプ主は、コンボ系は若干苦手なので、多めに見てあげてね。じゃあ、なぜこの動画を撮ったんだよ。ああ、それなんだけど。バレンタイン、あれ、目から水がこぼれてきた。どうしたんだろ。どんまい、ウプ主。ねえ、今思ったんだけど、この動画実況なのか、茶番なのか、わからないよ。これだけは言える、この動画はほぼ茶番です。視聴者の皆さん、私にはこれくらいしかできないんです。許してください。さて、バレンタイン、もらえなかったウプ主は放っておいて何話すか。あれ、ウプ主が気絶してる、なんでだろ。いや、言わなくても、霊夢が言った言葉が致命傷だったんだよ。え、私何か言ったっけ。あれ、フランなんで黙ってるんだ。あたた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 、終わったー。お前はもう、死んでいる。いやいや、それはいくらなんでもダメだぞフラン。我が生涯に、一片の悔いなし。いや、あんたも色々と危ない言葉、発してるよ。ヒヤッハー、食い物と女をよこせ。どこの世紀末だよ。それさえわからない。僕との剣だよ。僕と真剣の伝承者なんだよね僕。はいはい、ワロスワロス。ワロスって古くない？ああ、今なんて言った？な、なんでもありません。はい。マリサ？そんなに怒らないでよ。これは昨夜ね。しかし、可愛いわね。まあ、私の方が1億倍可愛いけどね。私を呼びました？お呼びじゃないです。そうですか。昨夜違いだっていうの忘れてた。まあいいか。それより、倒せるのか？昨夜。ああ、妹様。はは。私たちはなんてめんどくさい人を呼んでしまったんだ。私のところの昨夜はお下品な感じですので、お願いしますね。あら、霊夢、それは何でもひどいじゃない？誰がお下品ですって？その顔で言われてもねえ、もう終わりそうだな。結局茶番じゃないか。妹様、寝顔が可愛すぎる。ぐへへへへ。いいのよ。だって完全に茶番なんだから。そうだな。この動画を作った、ウプ主だからな。仕方ないぜ。ここまで見てくださってありがとうね。あと、ウプ主からお知らせがあるみたいよ。どうも、ウプ主の暇人です。さっき言ったようにお知らせがあります。まあ、でも、一つしかないので言います。リアルがかなり忙しくなったので、動画を作る余裕があまりなく、しばらくの間お休みさせていただきます。勝手ながら申し訳ありません。余裕ができたら、その時に動画投稿を再開させていただきます。では、この辺で、バイバイ。